皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。高橋むくものです。優雅如くの再現ワールドについてのお話ですけど、前のコーナー、つまりスーパー銭湯で街作るのは、彼が話したと思いますが、優雅如くも、話してないですね、ごめんなさい。話してないんですが、優雅如くの続編として、スタートします。わーい。で、ですね。今回ですね、私は見て、素材準備をやっておるんですね。砂と、ちょっと待ってくださいね。コンクリートあるよね。よいしょ。ない。コンクリートあったんです。コンクリートをこの、白はまあ骨粉なんで、あれですけど、白と赤のコンクリート必要なんで、パウダー、この、要は砂利2倍分用意しないといけないため、まず整地しながら、あれするよっていう感じですね。あと、ガラスもかなり、ガラスはいらん。こっちはあれだ。まないな。いろいろと混ざってます。あっちなの、通常版少ない。作るよって言ってる、その通りだと思います。なので、とにかく、自由が如くの再現ワールドのために、コンクリートのカラーにいるので、赤のコンクリートとか、結構、いろいろと必要なんです。白とか。なんで、多めに用意しているんで。ここの今、枠を、スイッチです。ここに打つ。ここが白い、これですね、骨粉、骨ブロック探していってですけど、赤色は、なんだっけ、赤色ないですけど、チューリップか、低木なんで、探しに行きます。上が白で、下が赤っていう感じ。ちなみに、してないのが一応入ってます。こんな感じのもと、これを一夜でやって、家のことがですね、ステーキなので、どこまで言う必要はあるかわかんないので、一応なんか今5月って3かな ?6 5月ぐらいの上に行きたいと思います。
この感じかな。じゃあ。この感じで、やっていきたいと思います。ということで、もうちょっとしばらく、ま、無言で言いますけど、よろしくお願いします。あと、追加、ファックバック。行くさっきの見つからなかったら、モップでポンって、じゃない、ハンドで、アイテム、コマンドをオンにしてやります。で、それだけは、刺した切ったの、材料、一から集まるのみ、が集まっても、これ、ベジとかあれ見つかる。その時は、もう刺し、それ以外はします。それでまな板で、うん。なとチャリーズんで。よいしょ。砂とチャリ、あ、そっか。今気づいた。まな板入れてんのになんで使ってねえんだって。今思ったな。すいません。まな板あるの忘れてました。まな板持ってもあるので、まな板で増やさせていただきます。ここだけは、まな板入れてたのを、クリさんだから忘れてました。失礼いたしました。いたね。なので、今から増やしに行ってきまーす。赤いチューリップと、ブロックなんで、どれか出せたら OK にします。それだけルール適用させてください。よいしょ。砂利と、なんだっけ。赤いチューリップと、あれやんね。すごくない？骨ってもぐ、骨ブロックってもぐんないとなかったんですよ。そしたら。
ポッキーはなんだ？あ、ポッピーでも行けたんじゃん。じゃあ、ポッピー、ゲットだぜ。ポッピー多分痩せるでしょうね。ポッピーだと砂利と骨ブロック。骨ブロックだけちょっと練習してもらいます。うわ、一番近くにあったんじゃねえかよ。俺もまな板で用意すればいいので、腕かなと思ったけど仕方ないっすよね、腕上に。してもらわないとダメっすから。筋筋。とにかくまな板も落としながらやっていきます。まあ、強すぎたら宣言かちょっと考えますけども、まな板とかのあれを、まな板宣言かけたりはする可能性もありますけど、よいしょ、ローカルで開いたんで、よいしょ。ルール上、自分の木材系、さっきあったので、ワンスタック捨てたら OK、使えるとか、ちょっとそういう感じにしたいと思います。使う場合は。ということで、木材をワンスタック、やりき、焼いていきます。ということで、ちょっと、ワンスタックあるんで、ちょっとこれを、多分画面、見てる人はわかると思いますけど、ムラあるんで、ムラのどっかに、塩の、効能すればいいんじゃないかな。効能か、鍛冶屋って、ければいいし。どう？鍛冶屋ある感じはしなければ、それで。そう。ないので、ちょっと、コマンドで追加しますよ。チェックやる。ちょっとお待ちください。一定数の数納品したら、村を囲っていいとか、そう、囲っていいっていう、変化していいとか、そういう感じのルールになります。ちょっとだらだら長く喋りましたけど、すみませんね。さっきのところにポンと置きたいと思います。村の向こうに、家のワンスタック収納したので、OK、つまり、OK 分いましたよっていう。今日は、これ、
ランクを取り上げられる場合は、しますけど、しても、撮影会では、でも、やる可能性はあります。ウェイトがさせてください。ちょっと長い間撮影してたので、終わります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、よろしくお願いします。